くりじゃ、かけむらです。ちょっと近いですね。工事の方も終わります。もうほとんど終わりなんですけれども、壁の修理で、工事の人がちょっと家の中おるんで、インプレッサで、レビューさせてください。ほんま近いですね。すいません。今日は、日清ヨークさんの、ピルクルプレミアムリッチの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。そういたしましたら、まず原材料面ですね。ご一緒にご覧いただきたいと思うんですけれども、逆になってて読みにくいですね。砂糖、乳製品、ぶどう、果糖、糖、液糖、コーン油に、安定剤ですかね。香料にカラメル色素ということです。エネルギーの方は、逆で読みにくい。100g あたり64キロカロリーですね。プレミアムリッチの中身なんですけれども、なんかめっちゃ濃いですね。それでは味の方チェックしてみたいと思います。ん？あんまり味が少ない。なんかこう、ビックルのような、濃い味はするんですけれども、甘さと、こう、味わいっていうのが、ちょっと水っぽい感じがしますね。まずくはないんですけれども、ちょっともうちょっとこう、濃いビックル味が来るんかなと思ったんですけれども、ちょっと水っぽい感じです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。